和久井薫は、日本のアナウンサー。札幌テレビ放送に、在職の後、札幌映像プロダクション所属、STV 専属フリーアナウンサー。血液型は AB 型、身長は177センチメートル、70キログラム。埼玉県大宮市出身。早稲田大学文学部社会学科卒業。もともとは、 人前で話をするということが大の苦手だったとのことだが、大学入学後にアナウンス研究会に入会してから人前で話すということに魅了されていく。アナウンス研究会の1年後輩に来り、万太郎2年後輩に吉田てるみらがいる。1972年に STV へアナウンサーとして入社。同年5月16日のラジオニュースでアナウンスデビュー。 STB ラジオにて平日夜11時から放送されたグリーンラブワクイカオルのイレブンホットラインでは若者の悩みを聞く兄気分的存在として人気を博す。1970年代に平日昼の帯番組として放送されたワイドショー番組2時のワイドショーではスポーツコーナーを担当していた。 1987年4月から1993年9月まで、昼の情報番組、ちょっと沸くいの日ですよのキャスターを務めた。日ですよ終了後は1996年3月まで、平日夕方帯の報道、情報ワイド番組、土産子ワイドで占いコーナーを担当、1996年4月から2006年9月まで、平日朝帯の情報ワイド番組、 朝6世ワイドメインキャスターを務めた。情報番組以外には、プロ野球中継など、スポーツ中継の実況も担当。その一方で、編成局アナウンス部長編成局専任局長を務めた。2006年10月に土産公ワイドにニュースキャスターとして復帰、12月以降は役員待遇編成局専任局長として在籍。 2008年に定年を迎えたが、食卓アナウンサーとして引き続き、ニュースキャスターコメンテーターを担当。また、2010年までは、プロ野球中継担当アナウンサーとして名冠に、名記される場合があった。2011年に退社。その後は、グループ会社のオフィス札幌に所属し、フリーアナとして引き続き STV、STV ラジオの番組に出演。 2012年4月から STV ラジオ、美野屋としこのときめきワイド、マキとノリオのスーパースクランブルへ出演。そのため、ドサンコワイドは3月28日放送分をもって、降板。一方、同年からは、プロ野球中継の実況にも復帰している。番組出演のほか、番組企画、STV 企画ツアーの同行、企業、法人の式典やシンポジウムの司会、 対談企画や講演活動も行う。STV アナウンサー切手の巨人ファンであり、野球中継番組の CM に巨人のユニフォームを着て W カオルとして登場したこともあった。背番号は枠井の名をもじって091。ただし枠井アナと W カオルは別人という設定である。日本ハムの札幌移転前後にあたる2003年から2004年頃には、 STV 公式サイト内で、W. カオルの俺たちジャイアンツ等と題した、ウェブコンテンツが配信され、コラム、W.U. の喜劇の執筆を担当。また、2003年頃には、スポーツ放置北海道ローカル版にて、W. カオル名義での巨人コラムを連載していた。妻は STV で、同期入社の元アナウンサー。テレビラジオテレビラジオ、ありがとうございます。